バイクを求め、いろいろ探してきたんですけど、はい、なんとバイク差し上げますという方がいらっしゃって、どういうね話であげるって言ったのかちょっとわからないですけど、うんうんうん、確認しないとちょっとわからんなと思って。確認してないんだ。まだしてない、ちゃんとしてないですよ。DM を頼りに、ある場所に行きます。県外です。県外。福岡県です。福岡いいね。じゃあよろしくお願いします。はい、はい、福岡に着きましたね。今飛行機から降りました。この方ね、実はあのちょっとフィッシングショーで会ってるらしい。そうなんですか。フィッシングショーで会って、今日久しぶりに会う。なるほど。グルメくれた方、デンデンさんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします、ね、シャツも着てくれて、ね、まあ、イエスもそうですね。このバイクはあれですか、デンデンさんのバイクですか。楽しみだね。本当ですか。なんか詐欺じゃないかなって、ちょっと心配だったんですよ。詐欺です。最近、できれば帰りバイク手に持って持って帰りたいね。持って帰る、持って帰る、手に持って。入るんじゃない。これには入る。あ、これお土産ですね。あ、これちょっと渡しますか。はい、これ後でちょっと渡しましょう。はい、よろしくお願いします。はい、大本命のバイクが見れるそうですね。こちらにカバーがかかったバイクがあります、ね。400cc ですかこれ。400ですね。400でこのデカさ。デカ。待って、あれじゃないよな。あの三段シートついてるし、ね。タイヤが太いよ。タイヤが多分変えた。おお。おお。サイドバックが。やば。サイドバックが。おっと。来た。出てきました。やば。未だまだ見てない。アメリカンタイプです。アメリカンタイプです。スピードっていうバイクらしいです。スピード。あの今までで見たバイクの中でシードが一番豪華。ああ、そう。シードめっちゃ豪華。だいぶこれステーキだと高いですよね。この厚さ。デパ地下並みの肉の厚さだね、これ。彼女、ここから見たから、すごいインパクトありますね。はいはいはい、かっこいいね。はい、バイク王のホームページみたいな。うん、スティード、ね、ホンダスティード。この格ゲーで、覇王昇降拳を使わざるを得ないっていう感じがあったけど。これなんか充電してるんですかね、バッテリー。あー、切れてたし。あー、なるほど。竹割りマフラー。あ、マフラー、これが社外マフラーってやつですか。話が分かれてますね、うん、ホンダウィンカーか。あ、ウィンカーかもしれない。ここからつけてるっぽいけど。またがっていいですか。おー、いいねー。すごい。かっこいいよ。いあ、いいですか、気持ちいいですか、お尻の感じ。これ見てもいいんですか。全然、何も入ってない。変なもん入ってないですか、大丈夫ですか。おお、すごい、うん、こんななってんだね、中ね、うん。これ結構多少の雨は大丈夫なの。これ多分全然雨は大丈夫なの。えー、すごいね、ちょっと。これ変えたのでだろう。あ、これですね。このインカーと、うん、違いますね。ちょいちょい光物が好きなんで、これをカバーつけたりとか。あ、このグリルみたいな。これは黒なんですか。あ、これ、へぇ、あ、かっこいい。ステンドグリル。あとブレーキの、あ、こっちですね。そうそう、はい、これでこの距離を変えたら広くなって。あ、遊び部分はこんな感じ。はい。これ緩めたら伸びるんで、うん、これ今短い方にしてるんですけど、あ、これまたこっちに伸びます。なるほど。これ倒れてもこう、これが折れるんで。え、そう、あのよくあるあのほにゃって曲がらない、はいはい、立ちこけしても、はい、おお、え、木こっちなんですか。はい、これ木あっちってよ。これがチョークで、あ、チョークね。木、うんうん、チョーク、ね、チョーク。少し燃料が漏れるって言って、多分キャブの方から漏れるんじゃないかな。もうトントンしてるね。確かに。ちょっと回したら直るのか、うん、素敵な、もうこのバイクなんですけど、これ例えばですよ、これ売るとしたらいくらぐらいなんですか、これは。いや、もうこれ売る気がないんで、はい、炭酸の管がその、はい、言ってあったんで、あのアメリカンが欲しいと、はい、もうその時にも譲ろうかなと。マジってますか。譲るというのは無償でって。無償、え、マジですか。やば。いや、もう乗らないで取っとくつもりでもおったんですけど、はい、乗らんでずっと置いとっても一緒なんで、はい、もう乗ってもらった方がいいかなって。すごい、あのエンジンが今も今はちょっとかかったんですけど、はい、あとバッテリーがちょっと弱かったり、はい、キャブの掃除とかも多分して
竹も切れてるんで、はい、あじゃあその辺はちゃんとやってもらって、はい、あと、はいはい、沖縄に送料がかかるんで、ああ確かに、その辺だけすれば、はい、買うよりは全体安い、買うより安い、圧倒的に、おそらく。この前まで車検通って乗ってたんで、はい、ちなみにバイクって車検って、何年に1回ですか？2年に1回ですか？あ、2年に1回ですか、うん、最高っすね、こんな夢みたいな話なかなかないっすよ、普通、うん、普通ないっすよ、まずないですね。一応ほぼほぼノーマルなんで、はい、うん、まあ十分色に、まあ、染めてもらって、ね、ドピンクにしたいね、はい、ドピンクダメだよ、ドピンクダメですよハンバーグ師匠みたいに、この色かっこいいですけどね、うん、めっちゃかっこいい、かっこいい、ね、今までいろんなかっこいいバイク見てきたけど、うん、確定でしょ、確定、確定でしょ、そこまでとうとう、おとうとう確定でしょ、これは即決、感動しておりますよ、感動しておりますね、そんなことあるんですよ、人生生きてたら、ちょ手ぶらで来るのあれだったんで、ちょ受けながら、まあ、お土産とか持ってったんですよ、早く渡したほうがいいですね、物々交換っていうのは物々交換、わらしべ成功これユニオンって書いてるんですけど、はい、沖縄のスーパーユニオンなんですけど、中身は全部うるま市の、うるま市の超スーパー最高な、お土産ですね、サンナッツバームクーヘン、食盛養鶏場のバームクーヘン、うるま市の小坂商店っていう、沖縄そばわかります？はい、沖縄そばに、よく沖縄君がかける、これはかけるんですね、かける、はい、結構辛い、ちょっとだけかけるし、焼き汁も、ヤギと太陽さん、あ、はいはいはい、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、すごっ。お披露目会ですか？お披露目会です。今日まだ、僕と浜ちゃん以外はみんな、うん、みんな何が来るかわからない。でハローキも名前言われても、うん、そのバイクをわからないじゃないですか。見てこない。うん。俺はもうサンサルクって言ったらもう車高が低い、なんかもう、うん、ウーハーがどんどん乗ってて。そのイメージしかないですね。あれでしょ、あのスクーターでしょ、ビッグスクーターでしょ、多分あれではないですね。あるんじゃない、大丈夫、あれ乗ってるニトロマイクロフォンアンダグラウンドです。バイクがとうとう来ました。よし、やった。なんか見慣れないものがあるなと思ったら、はい、さっき来たんですよ。で、ちょっとバイクのことをあんま詳しくないんで、うん、先のマーさんにも来てもらってますね。よいしょ。ありがとうございます。お願いします。まだみんなが見てないこのバイク、はい、お披露目していいですか、はい、行きましょう、はい、これは336のバイクになりますね、すごっ、愛車、羨ましいな、愛車、この前タイヤの寝方はクルーザーだな、あーどうだ、おーい、マジで、めっちゃちょっとかっこいいんだけど背元に回ってね、そう、このバイクの名前はスピードと言いますね、スピード、スピード、ここ中型、これは中型です、400cc、かっこいい、中型のマックス表現、結構前の車なんですよね、あ、バイクなんですね、そうそうそう、もう生産中止になってる、まあ、ホンダのもう名車ですよ、名車、これハーレーとは違う、ハーレーとは違う、タイプはバッタコです、クルーザーっていうジャンル、昔はアメリカンっていう言われてた、はい、ハーレーとかと同じジャンル、なんか似てますね、うん、あー緊張する、あ、鍵ここなん、はい、そこ、そこなんだ、だいたいクルーザーこの下か、この前の方にあったりとか、だいたいこの辺、ここのイメージね、ここのイメージだったね、単車はね、ここなんだけど、クルーザーはもう、もともとハーレーとかから、もう最初探してたわけ、ハンドルロックも別なんで気をつけてね、これ、えここ、ハンドルロックあって、あだかけたまま発進しようとして、そのまま転ぶやつ多いから、あハンドルロックとエンジンかける場所が違う、あぶな、フリッってる、これフリッって言ってる、いや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 、早すぎ、ライトついた、あとスタート失敗しないで酒沼さん の, あの車にぶつけないように、それもフリッツだね、危ないな、これ危ない、ちょっとエンジンかけていいですか、はい、はい、おおすごっ、やいやいやい、おお、なんかいい音、はい、寝ちゃっていいですか、音はこれマフラーが個別に分かれてることで、はい、音が共鳴しちゃうんですよ、だからこういう音声に逃がし、あ、マフラーが2つあるってことですか、そうそう、あ、ハンドに分かれてるんですマフラーが、だからこういう音が響き合ってこれかあってこういう音がする、これ今めっちゃ煙出てますけど、これは相当熱いよってことですよね、よくね、あの女の子とか乗せたりとかすると、はい、みんな長ズボン、あ、こうやって、はいはいはい、ここに触っちゃって大やけどする人がクルーザーはめちゃめちゃ多い、普通のバイクってもっと下の方にマフラーあるんだけど、結構上の方にあるんで、熱い部分が、はい、これ熱いですか、ここ、まだ大丈夫と思う、今こんだけでこれなんで、熱い、湯気出てる、もうちょっと長く走ったりとかして、ここにちょっとでも触ると
皮膚持ってかれるんで。皮膚持ってかれる、やば。クルーザーあるあるだ、これあるあるだ。え、これ、え、皮膚キラーあるあるこそ。皮膚キラーやば。これ結構本当にあるあるなんで、皮膚付きマフラー、マフラー、これカバーとかないですか。これがその役割を果たしてはいるんだけど。あ、これ、うん、あ、まあ、でもやっぱそう、熱いもの、熱いの。こっちに座って足ここに置くんで、なんかね、ここに足下ろしたがったりとかする、足ブランブランみたいな感じでなんかやりたがるんで。お姫様乗りさせれば。ちなみに青春。ちなみにサンサルくん、女の子乗せる予定ある。え、あるに決まってるでしょ。あるに決まってるでしょ。これからよ、これからは。4人はもう4人。あれ、まだナンバーついてないよ、これ。そう、これね、今違法違法というか、まあ名義盗んだバイクで走り出すってやつ。それは尾崎だ。尾崎だから、わからないまま。尾崎状態じゃん、これ。うん、これ今尾崎状態で、まあ、名義が、まあ、尾崎って名義。抹消されてるから。で、これから自分の名義に変えて。乗れる状態じゃないんだ。そうそう。ここからメンテもしないと、あと車検も入れないといけないですね。もうエンジンかかったから乗れるもんと思ってた。西乗りはまだ少しありますね。このタイプ、ちょっとね、切れ込みといって、ハンドルが勝手にこの左に曲がるときに勝手に内側に入ってバタンって倒れやすいバイクではある。佐々木くん、切り込み隊長だったからね。あ、絶発だっつって。本当、U ターンと足のやけどだけ。まあでもそんなもんね、足つきもいいし、乗り心地もいいんですけど、音もいいし。日本のクルーザーの中で多分トップクラスで音もいい。元々いいものをゲットしたね。あ、これ本当はいくらなの ?2 万で買ったところ。あ、まあまあ、まあ、かかる費用が大体20万ぐらいかなって、まあ、ここに来るだけでも、まあ、お金かかってるんで。あ、そういうことか。ただ、車体の金額っていうのは、もう、もらってる。え、もらったんだ。そうそう、すげえ。これ、買ったらいくらぐらいですか。これ、買ったら、大体、そば出て5、60万。そうだね、50万か60万。安くて20万で売ってるのはあったけど。預かる、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 メンテ終わったら預かるか。いや、車検も入れて、ナンバーも取ったら預かる。これなんか、バイク販売の雑誌とかに売りそうだね。免許持ってる人は他にはいるのか。僕と安倍氏です。なるほど。後々もね、取り出す。あ、みんな、みんな、もうすごい、ツーリングですね。やりたい。俺一応5台持ってるぜ。貸し出しますよ。すごっ。よし。メンテ大変だ。戦隊もの作れるじゃないですか。酒沼アレンジャイ。ハイサイ。ハイサイ。ハイサイが8月3日、4日、沖縄市の塩の森ビーチフェスタに参加します。8月3日では宝物を探しイベントがあるんで、そこにハイサイ探偵団が行って盛り上げようと思います。ハイサイ探偵団、屋台も出します。その他にもマリンエリアでは海上アスレチックやフライボート、バナナボートなどが無料で遊べます。イベントエリアでリュードアルファ君、そしてたくさんのアーティストとか音楽がありますので、こちらもお楽しみに。入場がシャトルバスのみとなってますので、詳しくはホームページからよろしくお願いします。入場無料ですので皆さんお越し待ってます。待ってます。こっちガソリンか。これあれワイパーの水入れたところ。ワイパー、いや水ダメ、水ダメ、水ダメ。これ今ではね、これ作れないですよ。こういうメッキのハーレーダビッソンみたいな何百万っていうバイクじゃないと。あ、そうなんですか。スティードが出てた時から今はだいたいね、バイクの売り上げが販売台数10分の1ぐらいになってる。あ、そうなんですか。そうそう、だから採算が取れない、こんなにお金かけて作ると。だからすごいバイクバブルの時に作られた、すごいお金がかかって作られてるバイクなんで。今作ろうとしたらめっちゃ珍しい。今作ったらもう100万コースだから、もう今もうこのもうエンジン、このエンジンとこの音 V ツインエンジンのクルーザーのタイプは作れないんで。100万あれば作れるけど、100万出さないじゃないですか。まあそうですね。結構表記が160って書いてあるけど、160キロ出るんですか。あ、出ないですね。ただ乗ってるだけで。バイクがなんかマッチ棒みたいになる。マッチ棒。いやいや、マッチ棒っぽいな。確かにマッチ棒っぽいな。こっち喧嘩するんじゃない。マッチ棒。もう一回動いた時にブーって火つかないマッチ棒じゃん。色だけついたマッチ棒だよ。火つかないから。海がね、近いとこのスポーコイルって言って、あ、ここワイヤーみたいなホイールなんですよ。これ海が近いと全錆びます。塩害。一気に。これ錆びたらもう塗り直しとか磨き。いや、もう磨けばなんとかいけるけど大変じゃないですか、これ。もう自転車みたいなあれですね。あ、そう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 。うん、乗り心地重視のホイール。もう乗り心地をしてこなってんだ。そうそうそう。なんか何が来たんだ。どう違うんですか、乗り心地って。本当。このタイヤだと。通常じゃあその車のタイヤだと、バキって全部鉄じゃないですか。
だから衝撃そのまま、そのままなんですよ。タイヤだけなんですよ、吸収するの。あ、はいはいはい、タイヤとサスペンションで、はい、このホイール自体は吸収全くしないんですけど、これの場合、一個一個は柔らかいんで。あ、そうなの。だからふわふわなんです、乗り心地が。タイヤ、ホイール、サスペンションの3つで吸収するんで、乗り心地がめちゃくちゃ良くなります。てか、すごい詳しいですね。すごい。分かりやすいし。ちなみに、なんか、ササノクが意味わからんの。意味わからんじゃない、これ、なんでこれ。はい、この、前の持ち主、デンデンさんという方が、これパーツ持ってきてくれたんですよ。これがその風よけとかですか。ああ、これがあるとまあスピード出してか、ウィンカーとか、ここにあ、すごい、かっこいい。そうすると風が当たらなくなるので、めちゃめちゃ楽に。長いタイプとかも、さらにね、風当たってダウンフォースって下に押し付ける力が発生するんで、乗り心地も良くなります。高速で走ってる時の、虫当たった時の激痛やばいっすよね。やばいっすよね。俺あれでフルフェイスにした。もう尋常じゃないぐらい。バチンと空気中痛いよな。そうそうそう。やばっ、空気中。本当にすごいっすよ。原付けたみたいもん。あれ目に当たったら失明しないかなって思う。危ないかもしれない。あるで、パンチなんかトンボが2匹やった。フルフェイスの中に。なんだっけ、イヘア。イヘア行った時に。雨の日気をつけてよ。確かに雨の日マジで滑る。止まった時とかでつるって言ったりするから。じゃあ今スリップ日和、今。スリップ日和。絶賛スリップ日和。少しずつ慣らさそうけどね。確かに練習しながら。後ろブレーキしながら左切った方がいい。チャリのブレーキ。でアクセルも回しょ。なんか排水口がよく滑るってイメージ。自転車マンホール、マンホールと、あと一番前のアルシングの、ブレッシングやばそう。道路の舗装工事してる時に敷かれてる間に合わせの鉄板の上。やばいっすよね。やばいっすか。終わりやね。この世の終わりみたいな滑り方する。滑るんだ。ハンドルまっすぐだね、車体だけ動いてる。そう。やばっ。で、後ろの車びっくりして急ブレーキとか踏む。じゃあ徐行した方がいいんだ、その鉄板が見た瞬間。車間詰めてくるやつに当たったら終わり。まあちょっとこの後また、先のまさにちょっといろいろ教えてもらいながら、どういうふうにしていっていいなって、相談もしてきました。最適な流れを。今回は、サンサンの、バイクを買おうでした。ご視聴ありがとうございます。もらおうじゃなくて。あ、もらおうか。危ないですね。危なかった。今回は、サンサンの、バイクを買おうならぬ、バイクをもらおうでした。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございました。